人間同士は会話するジョージ・ W ・ブッシュと10歳のハンク少年2006年10月18日会話とは、大事林第3般によれば、する、一、二人、または、数人が互いに話したり聞いたりして、共通の話を進めること。また、その話、体を交わすとされる。会話は、話題の伝達を目的とせずに、話すことで、共通の話題を共有したり、 共通の時間を分かち合ったりすることに着眼点があるものである。また、話すことでストレスを解消する機能もある。会話はしばしば、キャッチボールに例えられる。キャッチボールは向かい合った二人ないし複数人数が、相互にボールを投げ、投げられたボールを相手が受け取って投げ返す遊びであるが、会話も相互に相手に話題を投げかけ、その返答を期待するものである。 片方が一方的に喋っていたり、お互いに相手の話題に関係なく自分の言いたいことを述べ合っているという、ラジオを二な内しそれ以上並べて、別々の番組を流しているのと大差ないような場合は、会話の範疇には含まれない。このため会話の場合は、相手が話題を返しやすいよう、その内容を選ぶという性質を持つ。近年では、電話やインターネットといった、 通信媒体の発達にも伴い、電話越しに会話したり、あるいはインターネット上のシステムの働きにより、文字を介して行う電子掲示板やチャットなどの様式も見られ、またこれらの発展系であるテレビ電話やボイスチャットも利用され始めている。またこういったシステムは、複数人数で会話する用途にも利用されており、単なる日常の話題から、社会問題に関する議論まで、 様々な話題での会話が見られる。これらは個人に内在する情報を相互に投げかけ合う、性質のものであり、共通認識を育んだり、社会性を育んだりする一方、デマや噂、風説、集団思考のような誤情報の共有といった、問題行動の一助ともなり得る行為でもある。ただ問題面を考慮しても会話は、多くの場合において好ましいものだと認識されており、 また多くの者が好む傾向が見られる。会話は相互に相手の言葉を理解しながら返答を返すため、語学の教育分野においてしばしば取られる手法である。その最も顕著な例が日本での英会話教室など語学教育の場で任意学習であるにもかかわらず、成功を博すほどである。またその一方で哲学の分野では、ソクラテスの提唱した問答法のように、 問答形式で行う学問があり、同様に日本でも仏教の範疇で全問答に見るような問いかけと答弁による宗教哲学の考察という分野が存在する。会話は段階を追って思考を検証しながら進めていくことにもつながるため物事を理解する助けにもなる。また他人という客観を挟むことで独善に陥ることが避けられもするため、 より合理的な思考過程の上でも対話は有効である。百科事典を含む辞書の編集では、しばしば客観性を維持するためにも編集者間で会話しながら編集作業が行われるが、Wikipedia でもその編集過程においてノートページを利用する形で編集者間の意見交換が行われており、常にリアルタイムでより合理的で良い品質の記事への検算が、 行われている様子が見られる。会話を行うことで、ストレスが低下する傾向はしばしば見られる。これは、ストレスの原因となっていることを吐露することで、鬱憤も放出される一方、自分がいかにストレスにさらされているかを説明する上で、自身に内在する未整理の情報を少しずつ整理しながら話すことも会話中に行われ、これによりストレスの原因を客観的に理解することで、 その対処方法に対する答えも得やすくなる効果が上げられよう。また会話することで相手の悩みを他人が理解する助けにもなる。これはカウンセリングでも行われる手法である。カウンセラーと会話することで、あるいはカウンセラーを交えながらも同じ悩みを抱く、者同士の集団で会話をすることで、ストレス軽減と問題の抑制が期待される両方も見られる。ただ会話が苦手なものや、 望まない相手との会話を強いられた者にとっては、この会話こそがストレスの原因ともなりうる。うつ病の場合では、過度の働きかけが逆に症状を悪化させる懸念も見られるため、当人が会話を望んでいるかどうかにも注意が必要である。ありがとうございます。